断髪に先立ちまして全国富士島部屋講演会会長、株式会社ホーユー産業会長北尾武様が皆様にご挨拶申し上げます。本日は元大関宮城山敦氏の引退公演並びに断髪の儀に多数の皆様方のご来臨を賜り誠にありがたく衷心より御礼を申し上げます。さて宮城山は昭和52年先の国は水戸にその姓を向けた幼少の頃に水戸と言われ幾多のスポーツに進んでまいりました。その中でも相撲が得意であっても大道と言われたゆえに小学生時代すでに100キロ中学時代は130キロという立派な体格にありました。この姿を見たのが現藤島親方の父親であるお祖師が目をつけ相撲の原点技を教えていました。ますます強くなりました。やがて明治大学相撲部に入学をいたし将来はプロになりたいその心を胸に秘め幕下付け出しの権利を取れる頑張りました。いつかの試合に勝ち幕下付け出しの権利を取り上げ明治大学を中退し富士島部屋の前身武蔵川部屋に入門したのであります。プロとしてデビュー幕下付け出し60枚目7戦全勝見事に優勝いたし次の場所もまた7戦全勝連続優勝であります。他場所で関取になります。上位上がっていきなり13勝やはりこれもまた優勝ついに4場所目は重量1本になりました。ここで14勝1敗相撲界が始まって以来初土俵から4場所連続優勝という理由です。これはなかなかこの記録は破れません。そしてまた場所目で厚みをまずここで跳ね返しています。しかしながら重傷の場合新入幕としては非常にいい成績です。三賞と三等賞を勝利しました。これも各界未だ破られております。あれをあれをという間に本来ならば幕内上位に行った時にはまず跳ね返しています。しかも手を突破しわずか入幕8場所目で大関の地位を勝ち取るのであります。この記録もまた各界で破られておりますいろんな記録を持っているのは見られないです。また、この工事は武蔵川部屋が武蔵川部屋横綱出島総力の工事そして宮城山工事丸1年の間に大関横綱が4人誕生したのがあります。これも相撲界始まって以来の出来事であります。武蔵川部屋全盛の時代その中古になったのであります。しかし人間全てが良しとは言いません。こういうのは良しと言いましょうか。そういうことです、ね、宮城山の強さあるいはこれを研究し大関になるかいね壊されあるいは逃げられるこういう相撲が起こりました。
重が多いだけ、突き押しが強いだけ、一発外れると自分が勝つ。やがて、うちの引退事務所を繰り越すとこの手紙を奪われました。ついに大関になった立場所手紙を持って決めた立場所で大関になり立場所でまた御殿を引きながら宮城山の仕事はこれからだ信仰を強くもう一度力をやりますもう一度大関に挑戦するそれにてこの私があの荒げの中に身を置きましたそしてまた大関のチャンスがやってまいりました大関やペースを出し32勝この問題ならばここでまた最後しかしこの場合大関は大関が本人という例がありませんか、まあ、そういうことで見送られてしまいました本日はありがとうございました。